それでは定刻となりましたので、ただいまより勝山市6月定例記者会見を始めさせていただきます。まず山西市長にご挨拶をお願いいたします。報道記者の皆さんには、日頃から勝山市の様々な情報発信にご協力ご支援いただきましてありがとうございます。特に、先月27日に行われました、トヨタガズレーシングラリーチャレンジイン競技勝山には、いろいろな各党から報道していただきまして、大変反響も大きかったというふうに思っております。おかげさまで、約8000人近い方に楽しんでいただいて、さらには今回は勝山市内の皆様にもアピールすることができましたし、3年連続して来ていただいたトヨタ秋夫社長からも、非常にいいコースであると、今後も力を入れていきたいと。で、私は聞いたことはなかったんだけども、トヨタのホームコースにしたいとまでおっしゃったような、そういうことも聞いております。また今後とも皆さん方のご支援もよろしくお願いいたします。今日は記載の事項につきまして担当の方から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは記者発表内容に移らせていただきます。まず1番、映画越鉄物語私ふるさとへ帰ってきましたについて、2番、ふるさと勝山怪奇ショートムービー制作事業について観光制作課より説明をお願いいたします。はい、それでは観光制作課です。よろしくお願いします。まず資料ナンバー1の方ですが、映画越鉄物語私ふるさとへ帰ってきましたについてということで、昨年地方創生推進交付金というのを受けしまして、勝山市が中心となりまして、越前鉄道をはじめ沿線の市町、あと金融機関のマスコミ、そしてクラウドファンディングなどいろいろなご支援をいただきまして、制作した見出しの映画が今回やっと完成いたしました。これが今年の秋全国公開に向けて、今秋のスケジュール等に今準備を進めておりますのでお知らせをいたします。またあと映画のパンフレット、今お手元にあります映画のパンフレット、あるいは今、クラウドファンディングの返礼品になりますハガキであったりメモ帳等を完成いたしました。また PR の紹介の映画3分程度も完成いたしまして、まだちょっと福井市内に流し始めているように聞いております。それらも合わせましてお知らせいたします。まあ、詳細につきまして、まず配給会社の決定ということで、当初の予定では配給会社とは関わらず、例えば沖縄の映画祭であったり京都の映画祭、そういったものに出して少しずつ評判を上げた上でじわじわと全国ができたらなというようなお話だったんですが、今回、大手配給会社、日本最大手の配給会社でありますギャラ株式会社、こちらの方に、まあ、プロデューサーの方から見せたところ非常に高い評価をいただきまして、ギャラの方で全国公開をしたいということになりまして、今、契約がちょっと整ったところだと聞いております。まあ、ここによりまして全国47都道府県での上映が一応決定したということになります。ただその際にですね、ギャラさんの方の、まあ、申し出によりまして、もともとローカル線ガールズというタイトルでずっと制作委員会を進めてきたんですけれども、まあ、そういったなんとかガールズというのはすでに終わっているようなイメージがありまして、名前的には施設を前面に出した方がいいという向こうからの申し出で、施設物語というふうにタイトルが、これはギャラさんからの申し出によって変わったということでございます。また公開スケジュールにつきましては、あくまで予定ではありますけれども、現在9月に福井市内で全国にまず先行しましてイベント、記者会を行うというふうに今伺っております。それで11月3日から県内の5映画館でまず全国に先駆けて先行公開をしていくということになります。5映画館と申しますのは、これに書いてあります通り、福井市内で申しますとテアトルサンプ、コロナシネマワールド、福井メトロ、この3つ、あと鯖江と鶴がそれぞれアレックスシネマの5館で一斉に公開するということで、各自と例がない、この5館全部一斉に同じようにかけるというのは例がないということでございます。まあ、それだけ、協力をしていただければ、オール福井で協力したい映画だということが分かっていただけるかと思います。あと11月23日、これは東京なんですが、こちらの方で有楽町すばる座、ちょっとここで映画をかけるということは、まずすごい白熱する会場だというふうに考えております。こちらの方でもイベント、主演の女優さん、横澤夏子さんであったり監督さんが出て舞台挨拶するようなイベントで公開をするというふうに考えております。で、次翌日24日からは大阪、京都、長野、横浜
札幌、まあ、今5大都市圏で公開をいたしまして、その以降12月以降が大体3月末をめどに順次全国に公開していくというスケジュールで、ということになってございます。皆さんお手元にありますのは一節の中でのパンフレット、これは、まあ、映画そのものの宣伝でもありますし、沿線市町をロケした中でどういったところでロケしたのかというマップもつけまして、いわゆるロケツーリズム、今後例えば鉄道ファンの方ですとか、あるいは横澤さんのファンとかがどこへ撮ったらいいかということで、まあ、政治巡礼的な感じで回っていただくために、それにも役立つようなパンフレットとして制作をさせていただいております。一節の中につきましては以上でございます。次、資料ナンバー2をご覧ください。こちらの方、ふるさと勝山怪奇ショート民事制裁事務ということで、こちらにつきましては、じゃあ実はこちらも地方創生の推進国権を受けております、勝山を題材としたふるさと怪奇を促すためのショートムービーを東京の芸術学部系の学生に制作させまして、これをこの UI ターミナルの促進につなげていきたいという事業でございます。これにつきましては、こうプロポーザルを行いまして全国公募いたしまして、その中で、結果コーディネートしていただく業者といたしまして、株式会社 ABC アドサービスも決まりまして、そこで日本大学の芸術学部と提携をするということになりました。芸術学部の学生から作品の、まずは企画の案ですね、作品企画は絵コンテというようなものを募集いたしまして、優秀な案を5本選定いたします。で、学生による勝山市内のロケ等を通じまして映像制作をしていただくという今スキルになっております。さらにガイドランスのスケジュールですが、今ちょうど本日6月1日から、日大の芸術学部内で、企画案を募集すると伺っております。これには5部門で、募集するということを伺っております。で、7月20日にその結果をもちまして企画案の審査会を勝山市で開催。ここで5案選考になりますが、こちらにつきましては5部門1個ずつ選ぶということで5案を選定するという形になります。で、この際審査員におきましては山口市長、日大術学部の教授で松島哲也さん、まあ、福井市出身の方と伺っております。あと FBC の森本慎介アナウンサーか、この方も日大の教授です。今のところ予定としてこの方も実は日大術学部出身です。あともう一方、田中裕介さん、この方も福井市出身と聞いておりますが、日大芸術学部出身のブルーマーとやってますけども、現在台湾かどこかに、いらっしゃいまして、日本と台湾の架け橋的な情報発信とやっていると伺っております。まあ、今、あくまで予定ですが、山口市は全然動きませんので、この人数あたりで、審査をすると伺っております。で、8月の10日から12日で一旦その優秀作に選ばれた学生たちを招聘して、勝山市の市内、あるいはこの場で受け等を行うという予定にしています。で、当然その8月から2月までの間が制作期間ということで設定されておりますので、その間に、まあ、随時勝山市の方で受けするというような形になります。まあ、これもあくまで予定なんですが、勝山市の受けとして2月の山頂末であったり、冬の市なんかも取っていただいたらというようなことで予定をされているということです。で、2月末で作品を提出していただきまして、3月17日に日本大学で映像作品完成発表会、毎年ここでなんかその芸術学部の文化財的なものがあるようです、大々的な。そちらの方で発表会をするし、それもプレス発表にもつなげるというふうに伺っています。まあ、3月末には一応出来上がった作品を納品いただきまして、まあ、その制作過程をずっと、FBC さんの方で追っかけていただきまして、ドキュメンタリー番組というのを作っていただくと。今、PR の一環として、そういった流れで、今、あくまで予定ですけども、こういったスケジュールで今、制作に入っていくと、ちょうど今始まったばかりということになると思います。チラシの方ついておりますけども、こちらの方に細かい要項が入っておりますが、あくまで日大芸術学部の中で、募集する学生さんのように配布する、チラシということで、行っております。私の方は、資料ナンバー、説明ナンバーにそれぞれの説明させていただきました。です。続きまして、3番国際交流サロンインドのダンス&文化の開催についてと、4番奥越越地区県子ども祭り勝山大会お仕事体験してみようの開催について、障害学習課より説明をお願いいたします。はい、障害学習課中村と申します。よろしくお願いいたします。資料ナンバー3をご覧ください。国際サロン国際交流サロンインドのダンス&文化の開催についてということでございますが、市民の国際理解を深めるためにこのような交流事業を年に2
2、3回程度ですけども実施しております。で今回、障害学習課に所属しております国際交流員がインド系のアメリカ人ということで、インドに関する歴史や文化を学びながらダンス体験を通してインドの文化を味わっていただこうということで企画をいたしました。日時は6月2日明日になりますけども午後1時半から4時まで、場所は教育会館の1階ホールで行います。内容につきましてはインドの歴史、文化の紹介とダンス体験ということで、ここにいくつか書いてございますが、ヒンドゥー語の簡単な挨拶、ナマステとかっていうのが一番よく聞く挨拶ですけども、そういった挨拶の言葉を学びます。またインドのお菓子の紹介ということで、ここで試食などもしてもらいます。またヘナの体験ということで、ヘナと言いますのは毛染めなどによく使われる植物なんですけども、それを使ってこの手などにこう模様を描くといったような風習があるんですが、そのようなことを体験してもらいます。そしてインドの服の試着ということで、サリーが有名なんですけども、その長い布を使って身にまとう体験をしていただきます。それからダンス・ダンディア体験ということで、国際交流員のご両親がインド西部のグジャラート州というところの出身だそうで、そこに由来する戦争に勝利した人たちを称えるお祭りで行われる伝統的なダンスを紹介したいということでございます。参加費は無料、定員は25名となっております。当日の取材等についてよろしくお願いいたします。それから資料ナンバー4でございますが、奥越越地区県子ども祭り勝山大会お仕事体験をしてみようの開催についてでございます。この事業につきましては奥越越地区、大野市、永平寺、勝山市の、子ども会の、連合会が所属しておりますけども、の市町の子どもたちが一堂に集まりまして、勝山市でお仕事体験交流事業を行うというものでございます。市内の企業や商店のご協力をいただきながら、子どもたちの好奇心を育み、社会に出て生きていく力を養うこと、そのようなことを目的としております。実施日ですが6月3日今度の日曜日でございます。午前9時半から午後3時まで、会場は、福祉健康センターすこやかの多目的ホール、また、駐車場で行います。参加対象者でございますが、奥越越地区の子ども4年生以上約40名となっております。で主催は福井県子ども会連合育成連合会でございます。主幹ということで大野勝山永平寺の地区の子ども会育成連絡協議会ということになっておりまして、2年に1回1年おきに開催をしております。で今年がその勝山市子ども会育成連絡協議会が担当ということで、6月3日に開催するということでございます。協力団体勝山商工会所の青年部カッチャニアの皆さんと昨日の商店の方々ということで、勝山商工会所の青年部の皆さんで会社や店舗経営を行っている方々が子どもたちにお仕事の体験をしていただこうということで、カッチャニアと命名いたしまして、そういった体験の企画をしております。でその方々との、連携でもって実施をいたします。参加事業所はここに記載の通りでございまして、中には勝山警察署と勝山市消防署の方にもお願いいたしまして、制服の試着であったりパトカーや消防車の見学、また10件の企業の事業所の参加もございまして、それぞれの仕事を体験していただくという内容になっております。当日の取材等についてどうぞよろしくお願いいたします。続きまして5番、初夏の池ヶ原湿原植物観察会&外来植物抜き取り活動の開催について、ジオパークまちづくり課より説明をお願いいたします。
それでは資料ナンバー5、初夏の池原湿原植物観察会、外来植物抜き取り活動の展開につきまして、商工観光部ジオパークまちづくり課からご説明申し上げます。まあ、勝山市のこの池原湿原はですね、夏にかけまして水千鳥をはじめ多様な花々が咲き誇る貴重な湿原として知られています。まあ、しかしながら近年黄斑紋草等の外来植物の侵入によりまして、こういった貴重な植物の消失が懸念されています。で、以前から多くの方々にこの魅力を知っていただき、湿原の自然を守ることを目的にこの外来植物の駆除活動を続けてまいりました。今年は6月24日に、これまでの外来植物の駆除活動に加えまして、湿原植物の観察会をやりたいと思いますのでお願いをしたいと思います。改めまして日時は6月24日9時半から11時半、小雨結構でございます。集合場所は池ヶ原湿原の駐車場、勝山市の平泉町池ヶ原奥越高原牧場の隣になります。9時から受付を開始しまして、今年初めて取り組みます湿原植物観察会、まあ、水千鳥などの初夏の湿原植物を観察しながら保全活動の意義について学んでいただき、その後例年やっております外来種の駆除活動、主に黄斑紋草の駆除に取り掛かります。参加費はいただきません。主催としましてはもう一枚チラシの方がついているわけでございますが、池ヶ原湿原、保全、活用協議会の主催で、私ども勝山市もこの一員として参画しているということでございます。参加していただく方はですね、事前申し込みあるいは参加費一切必要はないんですが、作業がどうしてもこの汚れますので、そういった服装の用意、自節柄、帽子、こういったもので、天気によりましては雨がっぱなどの用意もお願いしたいと思います。また参加後など、草の根元を取り除く必要がございますので、そういったものがご自宅にある方はお持ちいただき、合わせてお茶、タオルとも持ってきていただきたいと思います。問い合わせにつきましては私ども住宅まちづくり課の方へお問い合わせいただきたいということでございます。一つよろしくお願いをいたします。続きまして6番平成30年度勝山市総合防災訓練について総務会議説明をお願いいたします。はい、それでは総務課からお知らせをいたします。平成30年度の勝山市の総合防災訓練でございますが、例年取水期を迎える時期に、開催しておりまして、勝山市の総合防災訓練になりましてから今回で4回目になります。それで日時でございますが、7月の1日日曜日に開催をする予定をしておりまして、この会場につきましては、ジオアリーナをメイン会場、このジオアリーナにつきましては昨年度からこのメイン会場を使っておりまして、今回で2回目になります。そしてその他に住民の避難訓練ということで、これは毎年2地区をずらしながら住民の参加をお願いしておりますが、今回猪瀬地区と細田地区の住民の方に参加のお依頼をしております。そしてこの時期ですと区分ということで訓練の内容が書いてございますが、今回新たな取り組みといたしまして、この薄い緑色で色の色でございますが、シェイプアウト訓練ということで、これは市内一斉市民にこの訓練を呼びかけておりまして、この資料の3枚目を見ていただくと分かりますが、シェイプアウト訓練はどんなものかといいますと、これは誰でも自宅で参加できる訓練でございまして、地震が起きましたら自分の身を守るということで、とっさの行動ということで、姿勢を低くして机の下に潜り込んで、じっとしているのが収まるまで、待つと、というような簡単な訓練でございまして、これを当日、8時半これは防災訓練、J アラートで一斉に市内に、放送をかけますので、ぜひ住民の方に参加していただきたいということで、これはすでに学校、それから、子ども会、
町会等に呼びかけております。まだ6月に入りまして広報等で全校にお知らせをする予定をしております。そして水井戸店の北部分、これはメイン会場の10アリーナの予定でございますが、2枚目の指導に10アリーナの訓練場所のレイアウトが載っておりまして、真ん中の1番から順番に時間を出しながら訓練を開始をいたします。そしてほぼ去年と同じような内容でございますが、今年新規の取り組みといたしまして、まず真ん中にございます丸1、寄進者による地震体験ということで、実際に震度6ぐらいの地震を発生させる車両を持ってきまして、そこに市民の方が乗っていただいて体験するということで、これも市民に体験をしていただくということで、PR をしております。それと、もう一つこの下の方に書いてます、9番、情報通信訓練って書いてございますが、これにつきましては、近畿調整備局の九十段等の事務所も協力を得まして、通信、情報通信の車両を持っていきます。で、10番の当該家屋の救助訓練、これの映像を、衛星回線を使いまして、この映像を発信いたしまして、大型のモニター付きの車両、これをこの、会場の真ん中ら辺に外品席と書いてありますが、ここにこの大型モニター付きの車両を持ってきまして、ここで映像を見るというような取り組みも予定しております。その他に各、先ほど申し上げましたが、伊能瀬、大須原、地区におきましては住民の参加をしていただくということで、住民社教育センター、市民交流センター、伊能小学校の会場に住民が、避難をしていただきまして、そこでいろいろな防災の講習と防災の意識を高めるための講習会を予定をしております。当日の取材の方、またよろしくお願いいたします。本日の記者発表内容につきましては以上でございます。ご質問等あればお願いいたします。季節のあたりで、これ全国47都道府県での上映決定、要するに、この件ですと、ここの映画館という、そこまできっちり決定したと。要するに、方針が決定されたのか、もう最後まで決定されたのか、どのようなニュアンスに。ですね、47で、この映画館というところまでは決まってます。あと、その日程のことですとか、映画館によって最終判断がまだ出てないところもあります。47都道府県、すべての映画、都道府県で最低1箇所ずつ、映画館開けるというところの場所が決定して交渉しているということでご理解いただきたい。47都道府県で映画を公開するという方針が決定した。でそれに向けて今メインの映画館を決めて交渉しているというところ。この実は矢賀さんとの契約が今日付で正式になってますので、ここから、これまでにずっと準備は進めてきたんですが、矢賀の方で今作業をしているところです。ちょっとすいません、あれで同じようなこの電話ですけども、先ほどちょっとしたこの題名ですね、季節物語になったというのが、この一節という言葉を前面に出そうかということですけども、やはりなんですか、この地元で愛称として親しまれているということからなんですか。一つはですね、もともとこの映画の一つ刺激を受けたのがローカルセンガールズというその本だったんです。でその本としては父と一応パテントも取ってこうやったんですが、実際全体の映画を作ったところ、やはり元のローカルセンガールズとは若干違うニュアンスになったこともあり、今新たな越節という形、越節の映画がかなりのウエイトを占めたということもあるので、全国的に知名度向上なども使って地元の愛称としてあるこの越前鉄道越鉄をそのまま使おうということになりました。で最終的にどうもこの配給会社が最後映画 の, この
最後のその部分を決めるということでございましたので、私どもとしては、まあ、あの嫌なそういった方針をあのそういった方向でお願いしたいということで提出した次第です。あ、すみません、ちょっと細かいところなんですけど、これ完成したのはいつ完成したっていうんですか。ですね、3月下旬なんですが、完成、映画の完成そのものは3月の、3月末日ということでお理解いただければ。なるほど。それでそこから今までの期間にそういう配給する会、あの映画館とかを、で、あの映画そのものはもう制作委員会で作りながら上映委員会も組織しまして、あの、まあ、当初は制作も例えば市民会館で何日に開けて、次あの近隣の自治体でも開けて、まあ、秋には福井で一回開けようということで実は考えてたんですが、まあ、もちろん東京あたりとは一回開けたいという希望があったんですが、あのこの制作の中で、福井市内でこういろんな映画を知っている方、あるいは映画館 の, あの経営者の方々がこの話を聞いて、途中 の, あの、ラッシュなどこう完成前の画像などを見て、ぜひこれはあの全国へ持っていけるというような話になりまして、制作委員会の委員長と、それからあのいくつかの実は配給会社が、まあ、あの最終的に手を挙げていただいて、その中からあのギャガさんとじゃあ交渉しようということで、ギャガと交渉してきたということでございます。それがあのもう3月前から完成前からずっと並行して作業をしながらあのやってまいりました。今日発表したっていうのはその、まあ、配給会社決定したっていう区切りで発表したっていう、配給会社との契約が今日付けでできたということで、あの今日あの発表しまして、あの合わせまして、まあ、これまであの今年に入ってから作ったその3分間のプロモーションビデオなども今完成しましたので、パンフレット、プロモーションビデオ、配給会社の設定、そしてこの秋から来年にかけて の, あの公開予定というのがおおむね固まったので、今日皆様方にあのこの場で初めて公表させていただきます。これパンフレットとかあのプロモーションビデオを作られたということですけど、あのパンフレットはさっきおっしゃったようにクラウドファンディングの返礼品としてお渡しをしてこれ、ピエールのショートバージョンは福井市のテレビ、正確に申し上げますとですね、あのクラウドファンディングのショート、クラウドファンディングの返礼品として制作しましたのは、今お手元にありますメモ帳と、絵はがき、これがそうです。でこちらの方はあのそれとは別に、あの昨年は昨年で地方創生推進交付金で、今年も実は地方創生推進交付金であの若干のお金をいただいて、まあ、昨年のデータをもとにこの4月からこのパンフレットと映画そのものを3分に、まあ、プロモーションビデオを2つを作りました。それが今出来上がりました。2つですか。これとプロモーションビデオを1つ、それがまあ今年作った作品です。これもあの4月から作成してたのが、まあ、この、まあ、作成って言いましても映像ですとか写真はもう昨年度に取りためていましたので、2ヶ月で完成して、それも今年の、 あのものとして今ご披露しているわけでございます。その プロモーションビデオをショートバージョンのプロモーションビデオを流すのはどこで流す？もうこれはプロモーションビデオの方はもう私どもで自由に流せますので、まあ、あの今正直言うと6本あのマスターもらいまして、勝山市、永平寺町、福井市、あわら市、堺市、越前鉄道、まあ、この私ども以外にも今1枚ずつ渡しました。それを受けて先ほどあの北側の方からありましたように、あの福井市がハピリンか、ハピリンの方でそのプロモーションビデオを流したいということで、あの今日以降であればもう自由に沿線自治体の方は使ってくださいということ。公共施設とかそういうところで流されるというか。そうですね。であのプロモーションビデオの方は YouTube などにもアップしますし、あるいは私どももあの例えばまあ、あの市内のいろんな、ジオターミナルのようなところでも、あの当面流すことになると、そのようになります。あのこれあの、ごめんなさい、さっきあの東京の、11月23日の東京の公開の時は、まあ、舞台挨拶があるっておっしゃったんですけど、これ、福井であの先行イベント試写会とか、
先行上映あるじゃないですか。これの時に横澤さんとか監督さん来られるのか。そうですね、今9月の福井県での、先行上映の時も、まあ、横澤夏子さんのスケジュールを今押さえにかかってます。でまた日が逆に言うと決定してないということなんですが、ね、監督も交渉はしているんですが、少なくとも主役の横澤夏子さんはこの日来ていただいて、日中もいろんなマスコミの方々とのこういういろんなお話ですとか、必要に応じて撮影などにも応じて、そしておそらく夕刻のこの、映画の試写会で舞台挨拶をしていただく。でその際には、まあ、今私どもの山西市長ですとか県内の関係者にも舞台挨拶に立っていただく、そんな調整をしています。ありがとうございます。最初は勝山でも披露するって話だったんだけど、もうこの後は市民とか近くで見てもらうチャンスっていうのは、ね、これが私どもの今回のこういう地方発で市民会館でやろうと思って出した後が全国公開の配給会社がついたことによって、まあ、ある意味最大のこの苦しいところなんですが、少なくとも今公開がおそらくスタートは年度内にするんですが、ちょっと遅れるとゴールデンウィークぐらいまで来年かかっちゃうと回ってきてますので、全国公開している間は私どももう戻ってこないので、もしできたとしても来年度以降のどこかでになるかと思います。で今回映画の制作にあたりまして、多くの方々にお世話になっています。例えばクラウドでいろんな寄付していただいた方、市内の関係者出演していただいた方、エクストラの方々、そういった方々を市民会館にご招待する予定をしてたんですが、本日皆さんにクラウドの方々にもいろんなお礼の品を発送したところなんですが、その中で今回こういった次第になったので、秋にこちらの例えば9月、例えば11月の3日ですか、その時に福井県で公開する時に招待券をお送りすると、そういったことで今ちょっと調整をさせていただいています。もちろん県外在住の方はそれぞれの都道府県で使えるような招待券を送ると、そういったことで考えています。クラウドファンディングはいくら集まったんですか。最初ですね、今ちょっと目の方で600万を超える金額でした。600万は制作費、まあ、例えば制作費と。そうです、600万の中には一部ですね、上映に使ってほしいという方もおりましたので、私どもの制作として受けて、まあ、寄付者の趣旨にあるように一部のお金は上映の方にも回しています。47都道府県そうですよね。本当はね、いっぺんに開けられるといいんですが、私も詳しくはないんですけど、映画館用でやるこの DVD みたいなものっていうのは、ものすごく高いんです。1枚プレスするのに、定価だと150万ぐらい、よくやってもやっぱり40万、50万ぐらいかかるんで、まあ、これを例えば47都道府県でいっぺんに開けようと思うと、47×プレスになってしまうので、そういう意味で少しずつ時間をずらして、そして全国で開けるということで今やってます。要はあれですか、この11月、今のお話ですけど、11月24日、まあ、これ以降、12月以降、全国公演、これは少しずつ時期もずれるかと。そうです。っていうか、やっぱり47万ありますっていう話ですよね。ないですね。おそらく、この11月23から24、この1、2、3、4、5、まあ、6大都市で開けるので、6大都市分は最低作らなきゃならない。福井市内もこれ、いつ同時公開？はい、5館で福井市内3館、そして鯖江、敦賀、この県内5館を同時に公開します。市長、まあ、今回こう完成したということで、はい、まあ、ちょっとほっとしてる部分もあるかと思うんですが、はい、一言市長から
映画っていうのはこの本格的な映画を勝山氏が主体に制作するということは初めての経験だったんですね。でいろいろ話は聞いていましたけども、実際取り掛かってみると非常に困難なことが次から次と出てきて、果たしてクリアできるのかなと非常に心配しました。まあ、一つは制作費が非常に大きな、もう今回4000万近くかかったで、それ最初から4000万ってボンと言われても、まあ、国からの補助金はあるにしてもですね、非常に心配しました。でこれがうまくいった要因の一つはプロデューサーの河合一郎さんという方がものすごく思い入れがすごくて熱心で、すごい情熱を持っていらしたと。それで数々の困難も、克服していた。でその困難の中には資金面もあります。それもこれはまあ市も相当苦労して力を入れて、公金に結びついたということ、さらには、東京勝山会、東京の、で成功していらっしゃる、勝山出身の企業家とか、そういった方々の、大変な熱意だけでなくて、ご寄付があった。でさらにはその方々の他にもですね、応援してくださった方々がいた。でもう一つは、まあ、ちょっと後になりましたけども、皆様方も含めて、地元の福井県の企業さん、勝山市の企業さんも含めてね、みんなに盛り上げていただいた、ご寄付いただいたということで、総合的にはみんなの力が結集していい映画ができたなと思ってます。ね、特に普通今まで、いろんな映画に、まあ、少しずつですけども勝山市も関連した形で、来ておりますけれども、過去の映画を見ると、もう、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、期待外れの部分も相当ありましたから、そういう意味では、私もこれ、試写を見ました、試写というか、前編見ましたけれども、非常によくできてるし、ストーリーも面白いし、また、出演者も勝山市内のね、一般の方とか、まあ、劇団をやってらっしゃる方もいますけども、非常に芸達者でね、ローカルシェルが本当にまず出てますし、いい映画だと思います。ですから、これが起点となって勝山市の認知度が高くなるのと、それからふるさとに帰ってくる子どもたち、子どもというか勝山出身者、ふるさとを目指す人たちが大きな触発になる、なるといいなと思ってます。ざっと市民、このエキストラの方、あるいは劇団の方含めて何人ぐらい、まあ、100人を超えるような、言いますのが人数多かったところで言いますと、最長のシーンがありましたので、そこにはもう100人を超えるような方、それから結婚披露宴のシーンなんかでも大勢の方々で、勝山だけではなくて沿線の市町の方々にも非常に多くのエキストラをお願いしている、それはですね、これは映画の一番クライマックスになるんですけども、消防じゃなくて救急隊員がね、衛兵士長の救急隊員がそのまま制服もそのまま来てね、実際、彼ら本人が活躍してくれましたから、他の話は長かったかもしれないですけど、福井とか堺とかでもエキストラをお願いするような場面もあったと。ありました。その他よろしいでしょうか。ではまた何かありましたら担当の方に行っていただければお答えしますので、よろしくお願いいたします。それではこれで本日の記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。